日本近畿地方大阪府大阪市北区南森町南森町は大阪府大阪市北区の町名。現行行政地名は南森町1丁目及び南森町2丁目。北区の南東部天馬と総称される江戸時代以来の島市街地の大ね中央に位置し東西幹線の曽根崎通と南北幹線の天神橋筋が交差する。曽根崎通の地下を 大阪メトロ谷町線と JR 東西線、天神橋筋の地下を大阪メトロ、境筋線が走り、南森町交差点付近の地下に大阪メトロの南森町駅と JR の大阪天満宮駅が所在する。加えて天満掘り川跡を走る阪神高速12号、森口線の南森町出入り口も所在し、交通の要衝となっている。オフィスビルのほか。 レストランや居酒屋などの飲食店も数多くある。もともと天馬の一丁目に過ぎなかったが、とりわけ地下鉄の南森町駅開業以降、南森町は付近一帯を指す広域名称となり、南森と続称されることもある。明確な範囲はないが、天神橋一の三丁目、寄木町、広梅町、松外町、東天馬一の二丁目、天馬四丁目、 天神西町、西天馬3.5丁目、末広町などに南森町と称する施設や店舗が見られる。大阪天満宮の北西に江戸時代から見られる町名で、北隣には北森町という町名もあった。森は天馬天神の車窓の井で、王庫は新域であった名残と言われている。1872年に、魚屋町と又次郎町の一部を編入。 1910年代前半に大阪市電曽根崎天馬橋筋線と天神橋西筋線が開業すると両路線の接続駅である南森町の名称が広域名称として広まるきっかけとなった。1960年代後半に大阪市電に代わって大阪市営地下鉄谷町線と堺筋線が開業すると同じく両路線の接続駅である南森町の名称は 広域名称として定着するようになった。1978年に、北森町、旗子町、東堀川町、渡谷町の寺町通院南を編入し、天神橋西筋伊藤を天神橋2の3丁目に割上して、南森町1の2丁目の現行行政地名を実施。現在の南森町の内江戸時代から、南森町だったところは2丁目の南東部のみで、町域は、 当初に比べて相当広いものとなっている。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。北区内のすべての私立中学校と大阪市内の小中一貫校が対象で。 学校選択が可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。理想な銀行南森町支店や FM802 などが入る山と南森町ビル。南森町交差点の北東角に位置する。広域的な通称としての南森町にある主要施設を挙げる。大阪府大阪市北区の町邸、あざ一覧。 人口統計ラボ。2019年10月4日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市。2019年10月4日閲覧。AB、南森町の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB、 平成7年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、 平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザト総務省統計局、2019年8月16日閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザト総務省統計局、2019年8月16日閲覧。AB、 平成27年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数町長、あざと総務省統計局2019年8月16日閲覧北区内の通学区域一覧大阪市2019年10月4日閲覧平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的 集計都道府県別結果。総務省統計局。2019年10月23日閲覧。ホテルイルグランテ梅田投稿してホテル梅田、郵便番号を2018年度版。日本郵便。2019年6月10日閲覧。ありがとうございます。